富士田美術館所蔵の洋変天目茶碗洋変天目茶碗は天目茶碗のうち最上級とされるもの。略して洋変天目と呼ばれることもある。なお洋変は明る変と書かれることもある。漆黒の器で内側には星のようにも見える大小の反門が散らばり、反門の周囲は傘状の青や青紫で角度によって 玉虫色に光彩が輝き移動する。器の中に宇宙が見えるとも評される。洋変天目茶碗は、現在の中国福建省南平市県陽区に、あった県陽で作られたとされる。現存するものは、世界でわずか三点しかなく、そのすべてが日本にあり、三点が国宝、一点が重要文化財に指定されている。いずれも南宋時代の作とされるが、 作者は不詳である。日本では、室町時代から、動物の天目茶碗の最高峰として、位置づけられている。南宋のある時期、剣用で数えるほどわずかな洋変天目茶碗が焼かれ、それから二度と焼かれることはなく、なぜ日本にだけ現存し、焼かれた中国には残っていないのか、大きな謎として残っている。中国では、 洋変天目は不吉の前兆として意味嫌われ、すぐに破棄されたために現存せず、わずかに破壊の手を逃れた者が、密かに日本に伝来した、とする説も唱えられたが、後術の中国での東変の出土状況から、南宋時代の最上層の人々に洋変天目が使われていたことが示唆されている。洋変とは、天目という言葉と同じく、日本で作られた言葉で、 中国の文献には出てこない。南宋時代の作品だが、日本で陽変という言葉が使われた、最も古い文献は、室町時代の、能和総伝集である。陽変とは、県産の見込み、すなわち内側の黒い釉薬の上に、大小の星と呼ばれる斑点が群れをなして浮かび、その周囲に傘点のように、瑠璃色あるいは虹色の光彩が取り巻いているものを言う。 この茶碗の内側に光を当てるとその角度によって変化自在、七色の虹の輝きとなって跳ね返ってくる。これが、陽変天目茶碗に備わっていなければならない、不可欠の条件である。本来、陽変は、陽変と表記され、陶磁器を焼く、際の予期しない色の変化を指すが、その星のような模様、美しさから、星の瞬き、輝きを意味する。 用の字が当てられるようになった。このような文様が現れる理由は、未だに完全には解明されていない。また、この文様が、意図的に作り出されたものか、偶然によるものかは、議論が分かれている。茶人の高橋総案は、茶道具の名品集、大正名機関を編集して、その中に六点の洋変天目茶案を挙げているが、本来有的に分類されるべきものも含まれており、 前期の条件に厳格に当てはまるのは口述する、国宝に指定されている三点のみである。これは乾損する陽変天目が三点という意味で、陽変天目の当変は他にも存在する。陽変天目の条件を厳密に満たすもので、乾損するのは、以下の国宝指定された三案のみとされる。聖火道文庫像、稲葉天目の通称で知られ、現存する。 洋変天目茶碗の中でも、反門が、最もはっきりと現れた、最高の島とされる。1951年6月9日、国宝指定。元は、徳川将軍鉄所像の流営魚物の一つで、寛永20年、三大将軍、徳川家光の馬春日局が描画した際、かつて彼の放送兵役を願って、薬立ちをしたことから治療を断ったため、 家光により薬と共に歌手された。その後、春日局の子孫である、淀藩ハ州稲葉家に代々伝わったため、稲葉天目と呼ばれるようになった。1918年に、三井財閥の小野哲郎に売却され、1934年に、三菱財閥総水の岩崎小屋田が購入し、入手したが、彼は、 天下の名器を私ごときが使うべきでないとして、生涯使うことはなかったという。現在は、聖火堂文庫所像。常設展示はされておらず、特別展示として、時折公開される。なお、東京丸の内の三菱一号館内、三菱センターデジタルギャラリーでは、デジタルコンテンツとして、常時閲覧することができる。藤田美術館像。 藤田美術館像洋編天目茶碗、徳川家康より、水戸徳川家に伝えられたもので、洋編の反問が外側にも現れている。1918年に、藤田財閥の藤田平太郎が入手し、現在は藤田美術館所蔵。1953年11月14日、国宝指定。両校院造畜前黒岳の菩提寺、大徳寺の達中両校院に、 諸星十侍、後月双眼以来伝わったもの。1951年6月9日、国宝指定。双眼の父であった、堺の豪商、津田宗久が所持していたとされるが、詳細は不明。混流回帰した、黒田長政が、筑前博多の豪商、姉妹喪失の縁でこの意味に返したという説もある。現存する三腕のうち、最も地味なものであるが、 有限の趣きを持つとされて評価が高い。非公開であり、特別展に出展された回数も数えるほどしかない。美ホミュージアム像加賀藩主前田家に伝えられたもの。1953年11月14日、重要文化財指定。おさらぎ次郎球像で、現在は美ホミュージアム所蔵。国宝三点とは異なり、洋編は内面の一部に限られ。 この天目茶碗を、洋変と呼ぶかどうかは、議論がある。現在、世界で3点しか幻想にしない、洋変天目茶碗だが、記録によれば、もう一碗あったと考えられる。足利義政から織田信長へと、時の最高権力者に所有された、天下第一の名碗であったが、信長がこれを愛用し、持ち歩いたため本能寺の変で他の多くの名物と、 共に消失してしまった。洋変天目は、生産地の中国においては、文献上の記述もなく、現物は愚か、当変ですら見つかっていない状態であったが、2012年5月に、中国石膏省杭州市の杭州、南宋官洋博物館館長、東野義英が発表した論文において、2009年末に、杭州市内の工事現場から、 洋変天目の東編が発見されていたことが正式に報告された。出土した東編は全体の3分の2ほどが残っていた。現在は小越海刊所蔵甲州市は南宋の都が置かれ、出土場所はかつての宮廷の国施設を宿泊させ、もてなす、迎賓館のようなところである。この時に宮廷用に献上されたことを伺わせる言葉が、 刻まれた陶磁器も一緒に発見された。大正から昭和にかけて刊行された、茶道具書籍、大正名機関で著者の高橋総案は、当時、要編とされていた6点を挙げている。高橋総案は、この6点を一つ一つ解説しながら、徳川家と坂井家と前田家の天目については、稲葉やもしくは、三戸家のとは、そいせり、大体ゆてきてれども、内側に、 こぼしもなるによりて、洋変の部類に加えられたるものなるべし、湯的にひずやと思われしが洋変にもまたこの種類あることを、えとくせりなどの感想を実験機の欄に記している。洋変との箱書き付けと共に伝えられたものが、何点かある。例2016年12月20日放送のテレビ、番組、開運。何でも鑑定団において、出品された、天目茶碗を、 中島聖之介が、洋変天目茶碗、4点目と鑑定し、鑑定額を2500万円としたが、9代目、長江総吉から、この鑑定結果を否定する声が上がった。中国の陶芸家である、李金暮内は2017年12月の福建省のテレビ取材に、自身の作品で、お土産品として、約2年間で大量に作り、100元200元ほどで、 販売したものと証言。1953年に発表された小山藤夫と山崎和夫による論文洋変天目の研究において、ミシガン大学教授の JM プラマーが1935年に、兼用用紙から採取した交際の生じた等片の上薬の定量分析と観察により、また、両行員の洋変天目の観察により、 とする分析結果を明らかにしていこう。多くの陶芸家がその復元を試みてきたが、焼成のメカニズムの完全な解明や実物と同様の構造や反紋を持つ茶碗の再現は実現していなかった。ありがとうございます。